おはようございます。8月18日モーニングショットをお届けしたいと思います。本日ドル円ですが、145円の95、146円の丸5で売りから、146円の20ストップ、利食いを145円の5040でイメージをいたしました。まあ8595から上を売るというスタンスで、まあ、6円台も売るようなつもりでおりましたが、ちょうど74ぐらいの時のイメージでございましたが、結局ドル円が上がりきらずにそのまま下がってしまいまして、今安値が53まで、タッチをしております。まあこれ50割れるとまたストップあるかなと、今52まで、52台突入で、今520まで売りになっておりまして、ちょっと50が割れそうな雰囲気になっております。まああんまり突っ込んで売りたくないんですけどね。まあもともとその50の手前で半分ショート締めてもいいかなぐらいのつもりなので、ちょっと自分で50を潰しに行く感じはしてないんですけど、今513まで売りになりました。ちょっとスタート出遅れたなという感じがいたします。8時以降では戻りが80近辺が瞬間あったかなと、高値が今見ましたら794までですね。これは私自分はまあ8595でイメージしてるんで、多分これ売れずに今落ちてきたという感じでしょうか。とりあえず、ここはちょっと様子見で、売り目線で見ながらも、ちょっと戻りをちょっと待ってみようかなと、そんな風にイメージをしております。ユーロドル 1.08 の90、今ちょうど 1.08 の88ぐらいまで来ましたが、 1.08 の90、 1.09 ちょうどで、売りから 1.09 の25でストップ、 1.08 の6050利食い、ユーロ円158円の7585の売りから、159円の15ストップ、158円の2010利食い、ポンド円186円の1020売り、186円の50ストップ、185円の5545利食い、タイドルは 1.272010 買い、 1.2690 ストップ、 1.278090 利食い。あ、今50割れましたね。481まで、まあ、売りになっておりました。今47台突入です。次は、ですね、OG円ですね。OG円93の7080売りから、94の10ストップ、93の2010利食い、タイドル 0.644050 売り、 0.64 の80ストップ、 0.638575 利食い、ニュージー円86の6070売り、87円ちょうどストップ、86の10ちょうど利食い、タイドルは 0.59 の5565売り、0.5990 ストップ、0.59 ちょうど5890利食いでイメージをしております。ドル円の方は今145円の47台まで、突入で今48という形でございまして、なんかちょっと今日はスタート出遅れたという感じでございまして、まああんまり突っ込んで売りたくないんで、ちょっと様子見しようかなと。目先、まあ、145円の31という、こちらの方は、16日の安値ですね、これをトライできるかどうか、今ちょっと50台まで戻してきました。まあ、あんまり突っ込んで売りたくないので、戻りできれば60台とか65アッパーとかちょっと待ってみたいなというふうに考えております。本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。お取引ありましたらぜひ、お待ち申し上げております。それではモーニングショットこれで終了です。